シントマールテン、シントマールテンは、カリブ海のリーワード諸島、ショーアンキル諸島北部にあるセントマーチン島、オランダ5名、シントマールテン島の南半部にある、オランダ王国の構成国。オランダ王国の構成国、シントマールテンは、シントマールテン島、セントマーチン島の南半分に位置する。この島の中央には、国境線が引かれており、北半分が、フランス領、 サンマルタンとなっている。南半分のオランダ両側を英語でダッチサイドとも呼び、対して北半分をフレンチサイドとも呼ぶ。国境線の全長は 16km。1994年、オランダとフランスはセントマーチンと国境管理条約に調印した。シントマールテンは山がちな地形であり、起伏に富んだ多くの丘と多くの入り江がある。また、 サスが発達し、多くの石湖を用している。まとまった、広さの平坦な土地は、サス城などに限られている。海岸線の総延長は3 6 4トル。オランダ両側北端、島のほぼ中央、フランス両側との境界にある、フラックスタッフさんが、シントマール1の最高地点である。島全体の最高峰は、フランス両側のピクパライである。 西部にはシンプソンベイラグーンが広がっており、サス上にプリンセスジュリアナ国際空港がある。また東南部にはグレート・ソルトポンドがある。グレート、ベート・グレート・ソルトポンドはかつサスの上に主婦・フィリップスブルフが位置する。海洋性熱帯気候で北東貿易風が卓越している。気候は温暖で、 年平均降水量は1500ミ、mm、リメートル、7月から11月まで、ハリケーンシーズンである。主婦は南部のフィリップスブルフ地区、人口1338人に置かれている。最大の居住人口を持つ地区は、東北部のロワー,ープリンセズクーター、8123人で、フランス領側から続く平坦な土地に居住地区が形成されている。このクルドサック、 7880人、コールベ米6046人といった地区が多くの住民を要している。西部のシンプソンベイラグーン周辺はリゾート地区となっている。この島は1493年にコロンブスによって発見されサンマルティン島と命名されたが、スペインはこの島への植民を重要視しなかった。島に注目をしたのはフランスと オランダであった。オランダ人たちはニューアムステルダムとブラジルの中間に拠点を欲していたのである。1631年、オランダ人たちは町とアムステルダムトリデを築いた。島の人口は少なかったため、拠点建設は容易に進んだ。ヤン・クレセン・バン・カンピンが最初の総督になり、間もなくオランダ西インド会社が遠航の経営に乗り出した。同様に、 フランス人やイギリス人の植民者も進出した。彼らが塩の交易に成功すると、スペインも、この島の価値に気づくようになった。当時、スペインとオランダは80年戦争を繰り広げており、この島にも戦火は及んだ。1633年、スペインがオランダから島を脱出し、入植者たちのほとんどを追放した。スペインは、ポイントブランシェに砦を建設している。 オランダはその後たびたびセントマーチン島の奪回を図ったが全て失敗に終わっている。後にニューネーデルラント総督を務めることになるピーター・ストイフェさんとは1644年にセントマーチン島への攻撃を指揮するも片足を失っている。スペインによる占領から15年後の1648年80年戦争は終結するがこの頃にはスペインは カリブ海の拠点経営に席を失っており、セントマーチン島も放棄された。空白となった島に、オランダとフランスが、再び植民に乗り出した。オランダは、シント・ユースタキウス島から、フランスは、セント・キッズ島から、それぞれ植民者を島に送り込んだ。この過程で衝突も発生し、相手が容易に退かないことを知った双方は、 全面戦争に突入することを避けるべく、1648年にコンコルニア条約に署名して島を二分した。その後、イギリスが島の支配を図り、フランスオランダと激しく争うこととなった。1648年から1816年にかけて持ち主の交代は16度も生じている。現在の状況が確定したのは、1815年のパリ条約である。 オランダ領、シントユースタティウス植民地の一部となったシント、マールテンは、その後、西インド植民地の一部となった時期を経て、1845年以降他のカリブ海地域のオランダ領ととに、キュラソー植民地の一部となり、キュラソーとウィレムスタットの総督の管轄下に置かれた。島には、多くの奴隷が移入された。最初に島へ奴隷を連れてきたのは、スペイン人たちであったが、 プランテーションでタバコや綿花が栽培されるようになると、輸入される働に従事させられた奴隷の数は膨大なものとなった。オランダ両側で奴隷制度が廃止されたのは1863年で、これはフランス両側に遅れること15年であった。奴隷制度廃止後、プランテーション経営は衰退し、島の経済も後退した。1939年、トマールは、 免税港を宣言し、経済発展に向けて進むようになる。第二次世界大戦後の1948年、キュラソー植民地は、オランダ領アンティルに名を改めた。1951年制定のオランダ領アンティル当初法によって、オランダ領アンティルを構成する島区に、事件が与えられるようになった。シントマールテンを含む SSS 諸島の島々は、 ウィンドワード諸島区としてまとめられた。1954年にオランダ領アンティルは自治領となった。1950年代、シントマールテンでは急速に観光産業が発展した。一つの島がオランダとフランスとに分けられているユニークな地理的状況もあって、観光熱は周囲の島々よりも高く、プリンセス・ジュリアナ国際空港。1943年開港。 東カリブで最も利用者の多い空港となった。島全体の人口も5000人程度から、1990年代半ばには8万人にまで増加した。1983年には、ウィンドワード諸島区が分割され、新トマール店は単独の島区となった。オランダ領アンティルの解体要求が高まると、2000年6月23日の、 住民投票ではオランダ領アンティルに残ることを選んだが、2006年6月1日の投票では脱退の方を選んでいる。2010年10月、オランダ領アンティルは解体された。シントマールテンは、アルバやキュラソーと共に、オランダ本国と対等なオランダ王国の構成国となった。シントマールテンは、オランダ王国の構成国である。オランダ語では単に、 国を示す語で呼ばれる構成国の地位はに定められており、シント・マーアルテンはアルバやキュラソー、オランダ、オランダ本国と対等な関係でオランダ王国を構成している。内政に関しては完全な自治権を持ち、軍事、外交についてはオランダ本国政府が責任を持つ。オランダ領アンティルの解体に先立つ2010年7月21日。 シントマールテンの新憲法が島評議会で採択された。シントマールテンの立法機関であるは、従来の島評議会を改組したもので、議員数は15である。直近のは2018年2月26日に、党開票され、が7議席、が5議席、が2議席、キリスト教、シントマールテン等が1議席を獲得している。は、議会によって選出される。 元首であるオランダ王国国王の名代としてが任命されている。2010年の構成国シントマールテン成立以来が務めている。2017年4月現在、友人ホリデーはフィリップスブルフ出身でプリンセスジュリアナ国際空港の社長を務めていた人物である。シントマールテンの主要産業は観光業で労働人口の4。 ここまでが観光関連部門に従事する。新トマール店を訪れる観光客は毎年100万人以上に上る。農業、漁業とも盛んではなく、食料は輸入によってまかなわれている。農産、輸出品目としては砂糖がある。歴史的には塩で栄えていたタックスヘイブンとしても知られる。リキュールの輸出もある。2013年7月現在、 人口は三万九千六百八十九人。サトウキビのプランテーションのためアフリカから奴隷として、連れて来られた黒人がほとんどだが、クレオールやオランダ人の白人もいる。公用語は、英語、オランダ語。最も使われる言語は英語である。2001年の国勢調査によれば、以下の通り。2001年の国勢調査によれば、宗教構成は、以下の通り。島には、 複数の高等教育機関がある。サッカーでは、シント・マールテンリーグがある。は、フィファー未加盟であるため、サッカーシント・マールテン代表は、ワールドカップには出場できない。カリビアンカップにも、不参加が続いている。西部のサス城に位置する、プリンセス・ジュリアナ国際空港は、セント・マーチン島最大の空港である。強小な サス城という立地ながら2433メートルの滑走路を持ち、大型ジェット機の着陸も過労時点ではあるが可能である。毎年100万人以上に上る観光客のほとんどは、この空港で受け入れており、観光で成り立つ島の重要な施設である。空港に隣接するマホビーチでは、上空を低空で通過するジェット機を見ることができ、この島の観光名所となっている。 正式名称はドクター a c o c クルーズカーゴファシリティ。フィリップスブルフのグレートベイを中心に港湾施設が整備されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。